はい、こんにちは、ボスコンくんちゃんのパパです。今日はね、息子とボスコンと、そしてね、こっちにくんちゃん一緒にね、お散歩していきたいなと思いますね。ボスコン、ボスコン鼻垂れてるけど大丈夫？今日はね、夕方のね、まだね、5時なってない、4時半ぐらいなんですが、かなりね涼しいです。で、ボス近い、ボス近い、もっとそっち歩いてで、まあね、地面も暑くなくてね、快適ですね。ボス君、ボス君近いってば、カメラ近い。なんでボス君そんなドアップで撮ってほしいの？鼻垂れてるのドアップで撮ってほしいのね。で、今ね、ボス君ね撮影してるんですが、ちょっとね、息子にねコインちゃん持ってもらって、息子とねコインちゃんも撮影したいなと思うので、引き続きご視聴ください。はい、ということでね、あ、車来た、端っこあり、端っこ、はい、端っこやって、はい、端っこ端っこ、ステイ、よいしょ。危ない危ない、車が多いです。アホみたいにねスピード出す車もね多いです。今のはね業者さん、普段ね、こういった道通らない車ですが、また来たな。一旦ね止めようかな。そのまま行ける？ちょっとね、車映らないようにね下向けときます。結構ね、危ない車が多いです。地元のね方はね、分かっています。スピード出したら危ないってね分かってるんですが、なかなかねやっぱね、まあね、言い方良くないけどもね、初めて通られる方とかね、配達の方はね結構危ないです。持っときゃよいしょ。で、今はね、スパイクチェーンで散歩してるんでね、息子でもね、大丈夫です。あんまさっき言ったらあかんで、もうちょっと短く持っとき、ちょっとねカメラアングル下向けなんですが、まあね、ワンちゃん、グレートデンってね大きくて力の強いワンちゃんなんでね、子供で散歩できるのかとかね、ちょっと歩くの早い、待ちな、ステイ差し、止まらな時、そうそう、はい、いいよ。まあね、大丈夫なのは大丈夫なんですが、できる限りね離れてね歩いたりしないように、しっかりね飼い主さん見てあげてください。小さいお子さんね、まあ愛犬ね信じることも大事なんですが、まあね車も多いということで、トキ一回止まり、トキトキトキが引っ張られたらあかんやろ、はい、かばったろ、こっち右手で持って、で濃い話したらあかんで、はい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 。で、今ちょっとねカメラ下向きでね撮影してるんで、あ、ボス君トイレするな、トイレ一回ね撮ってから再開します。はい、ということでね、うんち撮ってからね、もう一回ね撮影再開するんですが、やっぱりね、力大きいんでね、普段はね息子ボスコン散歩しています。娘もねボスコン散歩してるんですが、一応ねコインちゃんはね、パパがねこうやって持っています。で、普通のリードでもいいんですが、やっぱりね、普通のリードだとね先の歩いてしまったりするんで、スパイクチェーンだったりチョークチェーンだったりね、そういったリードで、まあ、トレーニングかてらね、普通の散歩ではなくね、トレーニングしながら歩く。例えばこうやってコインステイ、止まる、今ねこうやって話しても止まる、でコイン行くで、こんな感じでね、トレーニングしながらのねお散歩ということで、まあお散歩というよりはね散歩しながらのトレーニングで、今こうやってねちょっとね軽くねコインちゃん引っ張り気味なんですが、例えばこれねコインこうやってね歩きます。じゃあこうやってねだんだん伸びていきます。でもねちょっと待っちゃう、コインステイ、例えばこうやってね歩きます。でコインコインステイ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 、ちょっと効かないな今ね、今ちょっと効きませんでした、もう一回しよう、はいステイ、はい行きますよ、待ってよいしょ、この状態乗せた状態で歩く。でやっぱりね先の歩きたい歩きたい気持ち、コインステイコインステイステイ、はいこっちつけ、はいよしよし戻ってきた、はいはいはい、そのスリスリ進化っていいの、はいよしよし。ちょっとねあのね撮影しながらでね、ちゃんとね撮影できていませんが、まあトレーニングがてらね、で一応ねこうやってグッとね引っ張ったらダメなんですが、これはね本来顎の下、首の下の方につけて短く引っ張ることなくねつけます。でまあこんな感じでね、
パパは歩いてねトレーニングしています。まあ、トレーニングというかこれもね何度も言いますが賛否両論ありますが、パパはねこうしています。でまあね普通のリードだとね息子娘ねちょっと心配なんですが、こっちだとね、例えばね、ちょっとクインちゃん持ってみてとかそういった時でもね、安心してね、できます。はいはいはい、よいしょ。はい、あ、雨がパラついてきたな、ちょっと。あ、もうちょっとしたらな、戻ろう。で、まあ、こんな感じでね、こうやってね、長く持ってね、散歩される方います。これしちゃうと、引っ張ります。ワンちゃんね、これするとね、前に行って歩いたりね、リーダーである飼い主が、ね、ワンちゃんがリーダーになってしまってね、好きなとこに行ってしまう。で、引っ張り癖、こら、はい。引っ張り癖が出たりね、するんで、できればね短くね、ちょっとこうして短くね持ってあげる。でこの辺を持つ、こうしてステイこの辺を持って歩く。で止まるときはちょっと持ちますよ、ステイ、こうしてこんな感じでね、しっかり止まってくれる。これがねできればね、普段のお散歩ね、だいぶ楽になるかなと思います。よいしょ。はいはいはい。でもやっぱね前は歩きたいクインちゃんの気持ちはね伝わってきます。これの、まあね、なるべくねゴミとかもね止まらせない。ゴミがあってね、まあ、ワンちゃんね匂いからね、学習するというか、人間だとね聞いてみて匂いで判断するんですが、ワンちゃんもね匂い、基本ね匂いでね、感じます。人間は手で持ったりしますが、ワンちゃんは手では持ちません。よいしょ。はい、ということでね、今日はねこんな感じでね散歩してるんですが、雨なんでねもうちょっとしたらね、引き返して帰りたいなと思います。ちょっと自転車来たな、止まろうか。時クイーン、ステイそこ端っこより、はい、ほんでステイ差し、今ね自転車通るんでこうやってねステイ、2匹のワンちゃんねこんな感じでステイです。はい、OK、おいで。はいはいはい。で、またこうやってね、短く持っとく。人とかすれ違う時もね、短く持っとくことが大事かなと思います。自分とこのね、ワンちゃんがね、飛びついたりとかね、また自分とこは大丈夫でもね、相手のワンちゃんが飛びついてきたりとかね、いろいろトラブルの原因にもなります。そこはね、しっかり飼い主さん、愛犬ね、見てあげてください。雨やな。雨やし、帰ろうか。よし、引き返そう。はい、おいで。はい、U ターンで、さっき右の方歩き、もっと右、はいはいはい。で、まあ僕の場合なんですが、なるべくね、道から遠い方、今ねこんな感じでね道あるんですが、道からね離れたとこに子供を歩かせる。そうしないとやっぱりね、ワンちゃん急にね、例えばここね、子供がここ歩いていて、ワンちゃんそっち行ってしまった、今ちょっと行きますよ、こっち行ってしまったとかね、まあワンちゃん引かれてしまったとかね、散歩している息子が引かれてしまったりとか、まあ何があるかわからないんでね、なるべくね道から離れたところを歩く。狭い道はねもう仕方ないです。田舎だとね歩道がなかったり、しますんで、そういったところはね仕方ないんですが、やっぱりね少しでもね、安全な方ね、子供とワンちゃん、お散歩させてあげるのがいいかなと思います。よいしょ。ちょっとね今日はねこんな感じでね、ちょっとカメラ持ち替えます。よいしょ。撮影のねアングルはね微妙ですが、まあね、お散歩動画になるのかな、お散歩動画です。よいしょ。まあこんな感じでね、もうちょっとねボス君ね撮影しながらね、帰ろうかなと思います。クインちゃんはねこっち側車多いんで、車ねナンバーとかね、車の運転手さん映ってしまうとね、あまり良くないのかなと思いますんで、こっちの息子とね、ボス君お散歩してるのを撮影したいなと思います。ボスよだれ伸びてきたな。今日はねボス君ね、ボス君ちゃうわ、息子、いっぱいね、遊んで元気いっぱい遊んで、もうだいぶヘトヘトで帰ってからのねお散歩となります。車が多い、この道はね車が多い。うわ、雨がやばい。端っこリア、端っこ自転車、ステイ差し、止まり、ナイス、はい、よし、
うん、あ、自転車来たら止まらなあかんで、ちゃんと分かった、うん、で自転車とかねお散歩でもそうなんですが、歩いててもいいんですが、あの急にねワンちゃん振り返ったりとかね何かあったらダメなんで、一応ね一回一回道じゃなくてね、歩道とか、そういったところでもね止まれとね我が家は言っています。ちゃんと止まりや、うん、OK、うん、はい、あらボス頑張れ頑張れ頑張れ。ちなみにクインちゃん、クインちゃんこんな感じ、クインちゃんこんな感じでね、パパ目線だとこんな感じです。あら頑張れ頑張れ、ヘッチリヘッチリ、よいしょ。なあやっぱ雨が降ってくるとねなかなか遠くにはお散歩行きませんが、まあね少しでもね、行くと気分転換リフレッシュね、ストレス発散、まあいろんな効果いいことねいっぱいあるかなと思います。あとはねお散歩途中の方、うんちしたらね拾ってあげてくださいね、ボス君ね、よいしょ。じゃあねそろそろね、終了したいなと思います。ボスくんバイバイのチューは、ボスバイバイのチュー、ボスチューはチューチューしないのもうバイビー。